門と王子の傷は深くて、そこで手当てをしたところで到底助けることはできなかったわ。そんな瀕死の門と王子を異界で治療しようと決めたのはカリドラだった。カリドラ、私の前に闇のクリスタルの戦士だった人。そうよ、あの人は目の前で消えていく命をどうしても見捨てられなかった。だからクリスタルの戦士としての掟を無視してでも迷わず門と王子を異界に連れて帰った。ラフちゃんがダリオ君たちを助けることを決めたようにね。傷はもうすっかり塞がったわね。よかったわ。あとは体力を回復することね。本当にありがとうございます。いいのよ、気にしないで。それに助けたのは私じゃなくてカリドラの方だから。ですが。まったく、何を考えているんだ。人間を異界にかくまうなんて、俺たちの掟を忘れたのか。カリドラの言いたいことはわかる。確かに一理あるさ、間違っちゃいない。だがそれじゃあ他の者への示しが。なあクソ、どうしてお前もベリスもいつもそう勝手なんだ。少しは後始末をする俺の身にもなれよ。わかった、わかったから。もういい。後のことは任せろ。光の意志には俺から話を通す。僕たちを助けてしまったことで、カリドラさんやあなたにご迷惑をかけてしまっているのでは。ああ、あれ？あれは、それこそ気にしないで。別に本当に喧嘩しているわけじゃないから。あの二人いつもあんな感じなの。男の子同士ってみんなああなのかしら。モント君にも喧嘩友達っていうの？そういう相手っていたりする？友とは違いますが、本当に信頼できる仲間はいました。でも彼女は。あ、ごめんなさい、無神経なことを聞いてしまったわね。リリッシュさんだったかしら。残念だったわ。本当にいくら私たちでもすでに亡くなってしまった命は呼び戻すことはできないのよ。いえ、いいんです。リリッシュの死は僕が責任を負わねばいけないことですから。モット君、あまり自分を責めてはダメよ。分かっているつもりです。僕にはまだキトンもいる。小さいボルケもいます。死んだ人間を悼む以上に、まだ生きている彼らの未来を守るのが僕の責務ですから。そうね、そのためにはまずあなたがしっかりと体を回復させないとね。じゃあお話はおしまい。今日はもう休んで、起きたら食事を持ってくるわ。はい。手加減はなしだ。本気で頼むよキトン。わかりました。ではモント様、お覚悟。はい、そこまで。モント君の勝ち。参りました。すっかり回復されたばかりか、以前よりさらに剣の冴えが増していますね。その、これまでにない気迫のようなものを感じました。キ
キトンもね。技の一つ一つがとても重かった。何をしたんだい？実はモント様が療養なさっている間、ペレーネさんに少し稽古をつけてもらっていました。ペレーネ殿に？そうだったのか。ペレーネ殿、よろしければ僕にも行ってご指南願いませんでしょうか？あなたは私なんかが教えるまでもなく、もう十分に強いと思うけど。キトンちゃんだってそうよ。一人で黙々と訓練してたから、ちょっとアドバイスしただけだし。お願いします。僕はとにかく強くなりたいんです。今よりももっとはるかに。その強さは何のために求めるものなのかしら？決まっています。大切な人を守るためにです。僕のために命を散らせてしまう人はリリッシュで最後にしたいんです。あの日シュテルに、弟に斬られ、そこで死ぬはずだった僕が今こうして生きている、そのことには何か意味があるはず。それはきっとキトンやボルケを僕の手で守ること、僕に残された最後の家族を。家族、私がモント様の。分かったわ。そこまで言うのなら、私もお願いします。モント様と一緒に。いいわよ。それじゃあ私も思いっきりやるわね。強い。これがクリスタルの戦士の力か。やはりあなたたちに与えられたクリスタルの加護がその力の源なのでしょうか。その力があれば僕ももっと。クリスタル、それはどうかしら。勝負は時の運よ。さっきも言ったけど、モント君の剣はほとんど完成されているわ。技に関しては何も言うことはないわね。お世辞でも何でもなくて。なるほど。未熟なのは心の方。それは僕も痛感しています。常に。そこを鍛えるためにも、もう一本お願いします。あらあら、本当に元気になったわね。でも今日はこの辺にしましょう。私ご飯の支度をしなくちゃ。運動したらお腹すいたでしょ。はい、ペコペコです。いえ、失礼しました。つい。いいのよ。いっぱい食べてくれる子が3人もいて、私も作りがいがあるわ。本当に何から何まで感謝の言葉もありません。ボルケのことも。そういえばボルケはどこに？ボルケ君ならカリドラと遊びに行ってるわよ。虫取りに行くとか言っていたかしら。虫取り？それはどこか別の異界に。そうなんじゃないかしら。ここ小さい子が好きそうな虫とか住んでいないし。それじゃあまた後でね。ご飯できたら呼びに来るから、のんびりしてて。モント君のあの子の剣には一切の邪念がない。
本当に他者を生かすための剣だわ。なのになぜかしら、あの子と手合わせした時、妙に胸がざわつくような気がしたのは、彼の人柄は信用できる。でもカリドラ、クリスタルのことまで話してよかったの？少し深入りしすぎてしまったのかもしれないわ。まだ我々が覚醒する以前のこととはいえ、この剣の裏にそのような事情があったとは想像すらしていなかったよ。バルディアもカリドラもそんな話一言だってしたことなかったぞ。まったく水くせえにも程があるぜ。とにかくあのアードラ大陸に渡った時すぐに分かったわ。ここはモント王子たちを助けた後の世界だって。海王の正体がカリドラとペレーネがかくまったモント王子だっていうのはほぼ間違いないのよね。だとしてもモントを助けたこととカリドラが消滅してラフが覚醒したことがつながらない。カリドラの最後についちゃ俺もその時が来たからとしか聞いてねえんだ。アルストリアは何か知らないのか？お前さんの中にはバルディアの記憶も残っているんだろ？悪いが、わからない。以前のアルストリアの記憶はかなりしっかりと残っているが、バルディアとしての記憶は、かつてそういう存在だったということが自覚できる程度なんだ。つまり、カリドラ様の最後については、誰も詳細をご存じない。ですがペレーネ様はカリドラ様の最後にあの海王モントが関わっているとお考えなのですね。モントだけでなくキトンもだ。キトンはモントに忠誠を誓っていた。いや、忠誠以上のものを捧げていた。だからペレーネ殿は海王モントから直接真実を聞きたいと思われたのですね。ええ、そうよ。モント王子たちに稽古をつけたすぐ後、私はバルディア君に相談したの。もうこれ以上モント王子たちと関わるべきではないんじゃないかと。彼らを元の世界に返すべきだって。でもそうしている間にまた時は過ぎ、そして事件は起きてしまった。モント王子たちをかくまいながらアードラ大陸の調査も続行していたカリドラの魔力が突然消えたのよ。まさかモントがカリドラさんを？いや、でもそんなことはわからない。カリドラは最後に私の腕の中でこう言っていたわ。時が来ただけだ。僕の後を継ぐ者がすぐに現れると。時というのはつまりクリスタルの戦士としての役目を終えてコアクリスタルに。以前の俺が世界を引き裂いてでも変えたかった運命か。カリドラは俺やバルディア、ペレーネよりもはるかに長い間使命を果たしていたのは確かだが。ええ、でもそう言われてしまえば私も彼の言葉を信じるしかない。カリドラはこうも言っていたわ。モントたちは遠いところへと旅立った。もうここにはいない。だから私はカリドラが最後の力でモント王子たちを元の世界に戻した。そう信じた。信じようと思ったのよ。でも
でもね、私が駆けつけた時にはカリドラはもう消え去る寸前だった。真相は何も聞けなかったわ。そしてその時を境に門と王子たち三人は忽然と姿を消してしまったの。それからもずっと私はいつもどこかであの時のことを考えていて、ごめんなさい。本当はもっと早く打ち明けるべきだった。でも私勇気が出なくて。ラフ？そうだったんだ。辛い話させちゃってごめんね、エレーネ。ずっとずっと一人で我慢してたんだね。強いね、偉いね。カリドラとそんなお別れだったのに、私のこといっぱいいっぱい可愛がってくれて、私悪い子だったこともあったのに、それなのに優しくしてくれて、ありがとう、お師匠さん。私あらあらあら、まあまあ、ラフちゃん、お花べちょべちょじゃないの。ほら、チンして。かわいいお顔が台無しよ。チーはい、涙も拭いて。ラフちゃんはいつものかっこいいラフちゃんが一番なんだから。でもありがとう、私本当に本当に嬉しいわ。私のこと家族だって言ってくれたこと絶対に死ぬまで忘れないわ。忘れてよ、恥ずかしいから。嫌よ、絶対嫌です。師匠と弟子、それ以上に家族か。素敵な関係ですね。ジュームさんもそう思いませんか？なぜ私に聞くの？なぜって、はい、どうも。大変お見苦しい姿を晒しました。忘れていただければ幸いです。なんだよそりゃ。つうか、なんで最後切れてるんだよ。とにかく私のやるべきことは決まったわ。どんな手を使ってでも海王のやつを踏んづかまえて洗いざらい白状させる。そのためにもこの異界にあるクリスタルを見つけることですね。そこに必ずモントも現れるはずですから。その通りだ。ではそろそろ出発しようか。方角はあっちですね。気配が強まっているのがわかります。行きましょう。いるいる、海洋軍だよ。どうやら当たりみたいね。完全に私たちを迎え撃つ体制ですね。ボルケの指揮でしょう。だとすれば時間はかけられない。ここは総力戦で行くべき。望むところよ、ペレーネも。
いけるよね。ええ、任せて。今ならいつも以上の力が出せそうよ。気配がまた強くなった。まるで呼ばれているみたいだ。皆さん、こっちです。だいぶ近づいてきてるみたいね。私にもビンビン伝わってくる。よほど強力なクリスタルのようだ。これほどのものは異界王子といえどもそうそうお目にかかれるものではない。やはりこれを海王に渡すわけに。みんな急いで。クリスタルの力をその身に宿せばか。ダリオ様、あえて申し上げます。どうかバカなお考えは捨ててください。あのユリーカという少女とで書物で学んだだけと言っていたではないですか。書物の内容が全て真実だとは限りません。だがこのまま生きながらえたところで私にできることなどたかが知れている。私はもう一度皆様に話してみるつもりだ。やっぱりクリスタルの力を宿せないかって。あのさ、前もそれはダメだって言ったっしょ。ではこのまま海王と真正面から争奪戦をなさるおつもりですか。それしか手がないってんならやってやろうじゃないのよ。その場合は私たちの側にも取り返しがつかない損害が出ることすら覚悟せねばいけません。取り返しがつかないとは穏やかではありませんね。しかし海王もまさか私自身がクリスタルの力を我がものにしようと考えているとは思わないのでは。そこにこそ付け入る隙があるのではないでしょうか。あなた頭が回るからもっともらしく聞こえちゃうけど、本当にそれでいいわけ？私の式はもう間もなくでしょう。わかります。そのぐらいのことははっきりとベリス殿にも言われたことです。どうせ散る命ならばどうかその死を世界にとって意味のあるものにしたい。その思いは今も揺るぎません。海王モントを倒し世界を恐るべき破滅から救う一助になれるのならば、私はそれで本望です。分かった。ベリス？ただしそいつは本当に最後の手段だ。そこは譲れない。ダリオ殿も短気は起こさないと誓ってくれ。誓いましょう。ですが好機と判断したその時は私は迷いません。どうかそのこともご理解いただきたい。シャドウリンクスは、悪いが君にもここで私の覚悟を受け入れてもらうよ。これは命令だ。承知いたしました。ルシオ、これほど早く追いついてくるとは思わなかった。ボルケさん、いや灰の隠そう。ボルケ、そのクリスタルを渡すわけにはいかない。俺も全く同じことを考えていた。ならば道は一つだな。なかなかやるなと言いたいところだが、そろそろ決めさせてもらおうか。それはこっちのセリフだ。何を遊んでいる、隠そう。
よもや正々堂々の一騎打ちで決着をつけようなどと思っているまいな。月剣、あんたがここにいるということは。クリスタルの探索、大義であった。お前の戦いに水を差す無礼は承知だが、あとは世に任せよう。海王、モント。貴様か。ちょうどいい。人たちなりとも世に浴びせたものの名、聞いておこうか。ルシオ、お前を倒すものの名だ。ルシオ君、待って。久しぶりね。あえてこう呼ばせてもらうわ、モント君。こうしてまたあなたとお話しするのは何年ぶりなんて聞くのもバカバカしいかしらね。貴様たちも、そしてすでにヨラも、時間や世界の垣根は意味をなさぬ存在だが、久しく思う心は忘れておらぬ。あの日より育成層、そうだな、長い旅ではあった。あの幼かったボルケが世の右腕としてたくましく成長するほどにはが、それを尋ねて何とする。もはや世と貴様は旧交を温め合うような関係にはなりえまい。そうね、今さら無理よね。それは私にも分かっているわ。でもあなたにはどうしても聞いておきたいことがあるの。あなたを倒す前に。カリドラのことか。あの者はよく貴様のことを話していたな。あなたたちが異界を渡り歩き、そしてコアクリスタルに接触できたのは、カリドラの力を奪ったからなの。これはこれは、奪ったなどとは人聞きの悪い。そう、ヨガ奪ったのだ。あの者の命と共に。見るがよい。貴様らにはこれが何であるかすぐに察しがつこう。あれは感じる。同じだ。私の中にあるものと。カリドラ、カリドラなのね。そうだ、かつてあの者をカリドラという戦士の姿たらしめていた。純粋で強大な魔力の結晶だ。クリスタルの戦士という存在は、いずれその時が訪れれば、皆こうしてコアクリスタルと一体化するのだったな。私たちのことは今はいい。あなたはそのクリスタルの力で異界を渡る術を得た。長い旅と言っていたわね。その旅の中であなたは何を見てきたの。陛下、この者らに語って聞かせることなど何もありはしません。陛下が何をどう語られようと、この者らに陛下のお心を理解することなどできないのですから。そうです、陛下。所詮こいつらは敵。陛下の行かれる道を塞ぐだけの存在。今はクリスタルを手にされ、閉ざされた座への道を。控えよ、学僧。月剣もだ。
知りたいというのならば教えてやればよい。特にこの者ペレーネにはそれを知る権利があろう。カリドラさんが倒れているんですか？それにそのモント様の手の中にあるものは。聞いてくれキト、このクリスタルがあれば僕たちは旅立てるんだ。旅立てる？どこへですか？もう私たちはどこにも。異界だよキト。アドラ大陸ともこの場所とも違う、全く別の世界へだ。そうしたらきっと見つけられる。誰も争い合うことのない平和な世界、安住の地を。安住の地？モント様、何をおっしゃっているんですか？今は詳しく話している時間はない。キト、ボルケはどこだ？さっきまでペレーネさんと戦いの真似事をして遊んでいましたが、今は眠っているかと。連れてきてくれ。決してペレーネ殿には気づかれないように。忍びのお前ならできるはずだ。それは命令ですか？そう思ってもらっていい。急げ。御意。そうして世は旅立った。だがいくつの異界へと渡ろうとも世が求めた安住の地はなかった。忌まわしきあの地とは違うアードラを巡ったこともあった。だがいついかなるアードラもまた人間どもはどこまでも醜く、飽くなき欲望を満たすためだけに愚かな争いを続けていた。ある異界で強大な召喚獣を何体も刺激する召喚士に出会ったことがある。その素晴らしい力はまさに希望の光だった。平和を作り出すことを誓い合い共に歩み始めた。だが無駄であった。その異界の人間たちはあろうことか召喚士を魔王などと呼び、世界のすべてを挙げて討伐に及んだのだ。召喚士を心より慕い尽くしてきた召喚獣たちは怒りのあまりに狂った。地獄のイチゴに尽きる光景であったよ。血に飢えた殺戮者と化した召喚獣たちは人間たちを一人残らず殺し尽くしたのだ。召喚士を守りきれなかった世は己の無力さに絶望し滅びゆく世界を後にした。結局
いくつの異界を旅したであろう。その果てに、ようやくある異界で、ヨラは、つつましくも穏やかな日々を送ることが叶った。はずであった。貴様たちだな。反乱軍のメンバーに手を貸し、逃がした連中というのは。そいつは、究極の魔法について探っていたというじゃないか。いえ、どこへ逃がした？反乱軍？究極の魔法？何の話だ？僕たちは何も知らない。本当だ。そうかいそうかい。とぼける気ならそれでもいいさ。だがな、だったら貴様らの首を反乱軍のものとして上に差し出すだけのことよ。どうせ本人かどうかなんざ誰も確認しやしねえんだ。金さえもらえりゃ誰だっていい。魔物？モント様、こいつら魔物を刺激しています。ようやく、ようやく平和な暮らしが送れるかと思っていたのに、ここにも争いか。どうして、どうしてお前たちは殺して奪うことしか考えられない。やろうってのか？それじゃあ念入りにその綺麗な顔を潰しておいてやらないとな。ついでに村の連中も皆殺しにして、金目のものはありったけいただくか。そんなことはさせるか。この異界にももういられないな。何が反乱軍だ。どうせそいつらも自分のことしか考えない連中に決まっているんだ。モント様、そうですね。ボルケを連れてきます。どうして、どうしてこうなるんだ。どうして人間は醜い争いをやめられないんだ。これほど旅を続けてきて、一つも、ただの一つも戦争のない世界が存在しないなんて。ダメだ、やっぱりこのままじゃ何も変わらない。無力なままでは何もできない。もう、もう嫌だ。モント様。でもようやく分かった気がする。こいつらをよこしてきたこの世界の権力者も、クーリのような列強王も、皆同じだ。彼らの気持ちが分かったよ。彼らだって最初は平和を求めて立ち上がったはずだ。だけど中途半端な力と私欲に溺れ、道を誤る。そうですね。これまでにいくつもの異界でそういう者たちを見てきました。そしてその度にモント様は打ちのめされ、傷ついてこられた。
いや、違う。僕には本当は分かっていた。でも見ないふりをしていたんだ。僕の手の中にはこれまで訪れたどの異界の人間も持っていない絶対的な力へつながるための鍵があること。争いばかり繰り返すありとあらゆる異界を、すべての世界を真に再生させるにはどうしたらいい。このクリスタルは僕にその役目を委ねるために与えられた。そう、きっとそうだ。キトン、頼みがあるんだ。何でしょうか。国を作りたい。本当に誰もが平和に穏やかな笑顔で暮らせる、そんな国を。でも今のままじゃダメだ。人間はあまりにも学ばない。だから一度全てを壊す。手伝ってくれ、キトン。今の僕にはお前とボルケだけだ。これまで旅を続けてきておぼろげだけどわかるんだよ。このクリスタルには異界を渡るだけじゃない何かがある。もっと巨大で世界を望むように作り変えられるほどの力の根源につながっている。僕は必ずその根源にたどり着く方法を見つけてみせる。だから共に来い、キトン。国を建てられるのならば、もうモント様とはお呼びできないですね。これからはあなた様のことは陛下とお呼びしなければ。そう、呼んでくれるかい。不甲斐ないばかりだったこの僕のことを。もちろんでございます、モント陛下。ありがとう。では今日この日が建国記念日だ。僕の、いや世の新たな門出だ。世ですか。やりすぎかな、さすがに。いえ、よろしいかと。私はこれからも常におそばにあり、忠節を尽くすことお誓い申し上げます。いついかなる時も、これから何が起きようとも、我が忠誠は永遠です、モント陛下。だがそこからが真の苦難であった。コアクリスタルへつながる道を求め、いくつものアードラを含む星の隅々を、異界を渡り歩いた。良きこともあったぞ。世の望みに共感し忠誠を誓ってくれた新たな進化を得られたからな。それはなんとも恐れ多いことにございます。そして長い長い放浪の果てに、ついにコアクリスタルの力を我がものとする契機をつかんだのだ。
そう、あの日コアクリスタルが尋常ならざる理由で座よりこぼれたことによって、なんだと、まさか。お前には礼を言わねばならぬな、ファルストリア。ファルム王国に転生する前のお前が得体の知れない力でコアクリスタルを汚染してくれなければ、コアクリスタルを確実に掌握するための策はならなかったやもしれぬのだから。それじゃああの時もうお前はコアクリスタルに接触していたのか。そうだ、人の身で言えば永劫にも等しい時の流れの中で、すでに世と一体になりつつあったこのクリスタルの断片、埋め込ませてもらったコアクリスタルに。なんということだ。私たちは国務の力による汚染にばかり気を取られて、海王の仕掛けに気づくことなく、そのまま座へと戻してしまったというのか。貴様らが国務の使徒と呼んでいた果てよりの来訪者たちも、良い仕事をしてくれた。断片がコアクリスタルの中で成長するまでの目くらましになっただけでなく、クリスタルの戦士たちがどれほどのものかをよく学ばせてくれた。言ってくれるじゃない、私たちがどんな思いで戦ったかも知らずにさ。貴様らのことよりも世には彼らの絶望の方がよほど理解できるというもの。彼らに手を差し伸べようと考えたこと一度や二度ではない。強く悲しき者らであった。彼らの目指したものが世と同じ再生の道であれば友となれたやもしれぬ。残念だ。再生だって、お前がやろうとしていることはただの殺戮だ。お前の境遇には同情する。でもだからといってお前のやり方が許されるわけじゃない。そんなことは今さら言われるまでもないが、結果として世が犯す罪よりも多くの幸福を世界に与えればよいのだ。もうよかろう。あとは貴様らも知る通りだ。分かった、話してくれてどうもありがとう。これで私も心置きなくあなたと戦える。ペレーネの大切な人の命をそんな風に許さないよ。あんただけは、あんたは私の世界で一番大切な人の心を傷つけたんだ。案の定、モントたちの意識はクリスタルの戦士の皆さんに向いている。死に損ないの私など物の数ではないか。だがそれでいい。ベリス殿には申し訳ないが、この好機逃すわけには。リックス！承知。なんだこれは、目くらましのつもりか。リンクスの仕業か。しまった。今です、ダリア様。クリスタルの力、私が。ダリオ殿、最後の手段だって言っただろうが。
ックだ、だがこのタイミングならば。やはりこうなりましたか。何かを仕掛けてくるとすれば、ダリオ、あなただと睨んでいました。読まれていただと。ダリオ様、立ち止まってはなりません。ここは私が。無駄です。あなたの行動を感情に入れていないとお思いか。二人仲良くあの世へお行きなさい。深く、ダリオ様、申し訳ありません。ダリオ、シャドウリンクス。さすが世の軍師、大義であった。いや、下がれ。ダリオはまだこと切れておらぬ。この魔力は自ら暴走させるつもりか。この身を蝕む運命を知った時か。ずっと考えていたことがある。一切の制約なしに我が体内で荒れ狂う魔力の嵐を解き放つとどうなるのかと。今こそその身をもって体験してもらおうか、海王の軍師殿。混ざれよダリオ殿、死ぬおつもりか。やめて。この死に損ないが。うわ、まさか死後の世界というやつか。あなたは。いえ、結構です。皆までおっしゃらずとも、私の心はすでに定まっています。あなたはおそらくあの異界のクリスタルを通じて私に声を届けているのでしょう。ならばどうか私にもう一つの道を、クリスタルの加護をお授けください。無論です。え、リンクス。申し訳ありません、ダリオ様。どうやら私の命もここまでのようです。かくなる上は最後までダリオ様のお供を務めさせていただきます。何をバカな。声を、彼女は関係ない。これは私だけが望むこと。いいえ、もし本当にクリスタルの力が与えられるならば、どうか私にも、私にも止めねばならないものがいるのです。ヤツとキトンとサイガの里にいた頃からの腐れ縁、私にとってただ一人の妹なのです。リンクス、今や彼女の方が私よりもはるかに年上になってしまったようですが、妹は
妹。我が手で引導を渡してやるのが姉の務めと心得ておりますが、今のままではそれもかなわぬこと。姉妹だと言うならばなおのこと。私に任せてくれればいい。せめて君だけでも安らかに。お言葉ですが、私はダリオ様のお覚悟を目の当たりにして、自分もそうありたいと決めたのです。元より忍びに安らかなる死などありえぬもの。私にも私なりの覚悟がございます。気遣い無用に願います。マシュリーはきっと君を叱るぞ。君はマシュリーの仇討ちも考えているんじゃないか。そこまで分かっておられるなら、説得が無駄なこともお分かりかと。人間、諦めが肝心です。はあ、分かった。もう何も言うまい。どうか謝らないでください。人知の及ばぬ遠いところにおわす大いなる存在よ。これは私たちの意志なのです。この意志と決断こそが私たちの武器なのです。上妙の種族たる我ら人間にとって、理不尽な運命に立ち向かうためのですから、謝罪ではなく祝福を。私たちの誇りある意志と決断に、どうか。何を。クリスタルがダリオたちの中に。そうか、光の意志めやってくれたな。行くよリンクス。心得ております、ダリオ様。ボルケ、分かっている。もはや顔を隠す理由もあるまい。その仮面を脱いで素顔を見せてみろ。来た。リンクス。それが今のお前の顔か。いい面構えになったと言ってやりたいところだが。忍びに余計な言葉は不要。そう言っていたのはお前だリンクス。やれやれ、困ったものですね。何のために私がその仮面を用意したと思ってやがりますか。あいつ確かリオンズバレー戦役の時に。誰だ。うわ、びっくりした。あんたこそ誰。ここで何してるの。私はフェネスの女王、オルドはウラガ様の忠実な臣下だ。あんたまでいいのか軍師殿。いや、
いいってことはないですよ。けど、おっと失礼。ご心配には及びません。覚僧殿はお気になさらず、ご自身のなすべきことに集中を。ダリオにシャドウリンクス、あのような形で力を得るとは少々厄介と言わざるを得ませんので。構うものか。奴らの中にクリスタルの力が入り込んだというのなら、俺が仕留めて力を奪い返せばいいだけの話だ。うぬぼれるつもりはないが、ようやく私の剣技に体がついてきてくれる。この解放感は確かに危険な誘惑だな。侮っていた。ダリオがこれほどの使い手とは確かに厄介だな。以前はいいようにあしらわれたが、今回はそうはいかないぞ。ほざくな。もはや私とお前では見てきたものが違う。流した血の量が違う。お前の知っている私と同じだと思うな、シャドウリンクス。いや違わない。この拳を受ければわかる。お前はお前だ。来た。お待ちを陛下。いささか状況が混沌としすぎてまいりました。陛下のお腹立ちはお察しいたしますが、ここは一度仕切り直すがよろしいかと。座へと至る道筋は他にもございます。この異界のクリスタルはその一つの方策ということに過ぎませぬ。何か他に策があるか。無論、故に無益な消耗は避けたく、万事真にお任せください。よかろう。キトン、ボルケ、ここは引く。そこまでにせよ。はっ。勝負は預けるぞ、リンクス。だがいずれ必ず決着はつける。望むところ。こちらも次に会う時までその首預けておくぞ。次があればいいがな、ダリオ。あるとも。そうでなければ命を捧げた意味がない。ダリオ、今日のところは貴様とシャドウリンクスの覚悟に免じて引こう。だがこれで貴様は余と対等の敵となった。その意味忘れるな。とうとうやっちまったな。ダリオ殿、体におかしなところはないか。幸いにも今はまだ何も。申し訳ありません、ベリス殿。俺に謝られても、まあ、過ぎたことをとやかく言っても何も始まらねえよ。まさかシャドウリンクスまで。あなたは死を恐れないの？恐れるさ。しかし私は忍びだ。忍びの心得とは、死ぬべき時を見誤らないということだ。私に後悔はない。クリスタルが海王の手に渡らなかったことは喜ぶべきことなのでしょうが。何も終わったわけではありません。私にとっては今
ここからが始まりの時。私の運命は変わらなくとも、世界の運命だけは必ず変えてみせます。勝手な言い草とは思いますが、どうか今少しの間力を貸していただきたい。私からもお願いするわ。カリドラの魂を解き放ってあげるためにも。何言ってんのよ、当たり前でしょ。そんなの忘れないで、ペレーネ。あんたには私がいる。ラフちゃん。そんでカリドラも。そうだな、今から私の右目に宿っていることにしよう。そうなの？アルストリア君にだっていろいろ宿ってんだからいいでしょ。そういうことにしときなさいよ。だからカリドラもずっとペレーネと一緒にいるっていうことだからね。あらあら、呪われた腕だったり絶無の深淵を食らう獣だったり、なんだかおっかないものとばかり一緒にいさせられちゃうとカリドラも落ち着かないわね。あの人意外と怖がりだったのよ。大丈夫かしら。まあそこは好きに設定決めてもらうとして、とりあえず最悪の事態は回避できたってことでいいのよね。そう思うことにしよう。ダリオ殿たちがさらに心強い戦力になってくれたのは確かなのだから。海王がどうやらまだコアクリスタルのざまでは掌握していないことも分かったことだしな。まだ希望はありますよね。勝負はここからです。そう、勝負はまだここから。格闘殿はいいことをおっしゃった。クリスタルそのものが手に入らぬとて、その力を分け与えてもらえば同じことではありませんか。やってやりますですよ、陛下のためならば命の一つや二つ余裕でかけられるのがオルドアちゃんなのですから。そう、あの時からオルドアちゃんは誰よりも賢く頼れる女に生まれ変わったのです。